るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん見てる？くるぶしです。ちょむらです。始まったぜ。始まりました。いやー、つない、やばいね。まだ5月ですけど、今6月か知らんけど熱ない。いや、7月8月怖いわ俺。てかもうなんか7月8月の感じせへん。そうだよね。やばい、おかしいおかしい。俺はもう夏越さないもんな。まだホントだよね、うん、毎日アイス食わないわそんなもん。アイス、ということで今日はチョモララテが教える、お前たちが絶対に知らないような超激うまアイスと、おう、たまち糖質オフにその名前食わせる忘れてたわ。たまち糖質オフに食わせるようなアイスを用意しましたんで。なんだね、山田通天閣今日は山田通天閣とたまち糖質オフがアイスを美味しく食べる動画です。アイスですか？アイスこ、もう今日はアイスこ。アイスってあんま俺食わないんだけど。あ、そう。そう、なんか嫁が食ってるのをちょこっともらったりするけど。あ、もうなんかもういいわ、もう今それで俺ほっこりしたわ。なんだそれ。もうええわ。もうそのエピソードだけでよ。ありがとうございました。ありがとうございます。こんなチャンネルじゃねえんだ俺。命削ってんだこっちは。はい、今日は長者のじゃあおすすめのアイスと、アイスとで、まあ物資にはまあこれをね食ってもらおうって。長者ちゃんの、うん、あのアイス、好きなアイスっていうのは、うん、いや割と全然知らんと思う。でもめちゃくちゃ美味しい。あ、そうなんだ、うん、そんなのがあるの。そう、そんなのがある。もうほんまにあんまり教えたくないもんね、うん、おー、うん、あ、もうそれね、こう動画で紹介して、そう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 、ね、バーって売れちゃうとね、いろんな人に知れ渡って、うん、その店先からどんどんなくなってしまって買えなくなってしまうと思うから、 あんまり教えたくないけど、しょうがない。チャンネル登録者数を増やすためにしょうがない。そんなもんね。わー、これはアイスファン必見の、アイスファン必見のね、アイス教えていきましょうよ。いや、食べましょうよ。うん、くるちゃんも初の食レポというか、食レポ、そうだね、食レポ食レポになる。いやー、幅が広がっていました。いやー、ほんまやで、もう何でもできる。もうお仕事いっぱいください。本当ですよ、本当ですよ。よし、じゃあそんな感じでちょっとアイスを準備したいと思います。ちょっと取ってきます。はい、行ってまいります。今殴られた。うわー、ちょーちょーい、ちょーい、90年代のテレビか。アイス買ってきた。さあ、こんな感じですね。はい、まずは、ブッシーに食べていただきたい糖質オフなアイスがこちらでございます。ででーん、糖質 40% オフの、素直チョコモナカでございますね。これはもう田町糖質オフにはぴったりなんじゃないかと。これいいっすね、 40% オフ、うん、80カロリーですよこれ。お、すごいよね、80カロリーってあれだよね。うん、なんかあのね、うん、くるちょもチャンネルを見てくれてるね、頭いかれた女の子でした。ごめんね。そんなことないよね。いや、狂ってるわお前。ごめんね。ぴったりぴったり。ぴったりです。これから夏やから、うん、冷たくて甘いも食いたいから。そうだね。カロリー80なんかめっちゃいいやん。めっちゃ、これちょっと食べましょうよ。いや、食べよう。あ、もなかってるね。それでは、いただきまーす。普通に美味しいけど、全然チョコモナカジャンボと変わんないね。うん、何やこれ。え、うそ、どうしたらこれが、うん、その糖質そんなにオフになるんやろ。何も変わらん。めっちゃなんか反応しづらい、うん、あの普通にうまくて食レポしづらいっていう、そう、最悪のパターンになってる。最悪。これ豆乳を、ね、なるほど、使ってるみたい。だからちょっと黄色いんか。これはうまいね。おすすめおすすめ、うん、女の子おすすめわこれ。おいしい。なんか俺あんまりこのモナカ系ないっす、あんま食わんねんけど。あ、そうなんだ。うん、これはおいしいな。おいしいね。うん、今日のメインイベントでございますね。はい、あんまり教えたくないけどチョモララテが教える、うん、
世界一うまいアイス、やっぱうますぎて、うん、メーカーがそれ用にちゃんとスプーンまでくれるっていうね、買ったらちょっとね、やっぱそのアイス自体もね、お高いからね、100円で買えるようなカップアイスよりもちょっと量も少ないしね、まあでもね、やっぱ美味しいからね、あんま教えたくないねんな、ほんまに美味しいんで、みんなとこの美味しさを共有したい、みんなもすぐに食べてください。お、チョモラテが教えるみんなが絶対に知らないスーパー美味しいアイス、こちらでございます、ハーゲンダッツのいちご味。いや、定番チョコちゃん、これがもう超うまくて、あのこれ4歳以上みんな知ってるわ全国の人知ってるわこれ。嘘、もう知ってるよ、ハーゲンダッツでしょ。ハーゲンダッツやで、もうこんなふざけた名前のアイス知らんやろみんなみんな住んでるところ10分も歩けば食べてやってるよ。俺がこれ今日教えてしまったから、もうどんどん用からなくなっていくんじゃないで、何これ、ストロベリー味なんすか。ストロベリーが最強にうまいね。あ、お、逆に、うん、マジで食ったことないかもしれない、ハーゲンダッツのストロベリー。マジで、うん、あ、うまい、死ねる死ねるあ、うまいこれさ、しばらくさ、うん、ちょっとイメージビデオ的にチョモちゃんまだちょっと近めに、じゃあ今からガチ食いで、あ、ほんなら横から武士にチャチャ入れてもらおうかな。チャチャ、うん、チャチャ、うん、これぐらいで食べるのがいいんだよねこれノープランです。顔してますね、これこれ、あの、美味しいって感じるとだんだん緑の色が、赤になってきますねもう今、日本のイメージビデオはですね、チョモララテか、磯江正彦がやってますね、はい、一口食べる食べる食べる、あー、うん、おいしいおいしいね、食べたいの食べたいの食べたいの、じゃあ一口あげようか。これだ、もうええ何アイスが好きなの。チョコミント女子かチョコミント、セブンティーンアイスでも必ず俺チョコミント食ってたボーリング場で、ほんまブラジャーせなあかんそれいや、まあ、美味しいよ、うん、確かに、うん、美味しいけど、うん、チョコミント好きっていう子ってもうなんかもう俺全員メンヘラやと思ってる。ごめんねそれ偏見や、メンヘラ女子の好きなアイスやチョコミント。そうなのまあそんな感じですね。あ、いや、ちょっとだけね、ちょっとだけ頑張ってるんだよね、武士にも食べていただきましょう最後ね。お、うん、なんでか、そうか、みんな知ってんか。知ってるよハーゲンダッツなんてトップクラスや、誰も知らんと思ってたいやでも本当に逆に食ったことないけど最後一口残ってるんでね、ありがとうございます。じゃあね、最後武士の感想を聞いて今日のクルチョメチャンネルは、はい、終わりにしたいと思います。さあ実食、初めて、ママかな。アンナルに入れたエネマグラ、痛みの先に新世界動き始める、僕らの前立腺、もっともっと深いところへ行ってまいります。今殴られるのだと思った